これからみんなと一緒にタービー君もね、一緒に参加して熊本産の畳の贈呈式を行いますので、その間みんな今みたいに少し静かにしていられるかな。すごい感謝。はい、どうもありがとうございました。ちょっと緊張しちゃいました。どうもありがとうございました。どういたしまして。レクダダ保育所の園児の皆さん、そして先生方、ありがとうございました。これをもちまして、畳をもて復興支援事業熊本産畳贈呈式を終わりにさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。もですね、はい、イグサの生産量日本一といいますか、はい、大産地として熊本が唯一の産地です、はい、で被災地の皆さん方に何か応援できることはないかなということを考えた時にですね、イグサがあるじゃないかということで、イグサの贈呈ということで支援させていただきたいということで、こういう企画になった次第です。一応私どもの方からですね、三重県庁さんの方にですね、あ、一応こういうことで、ね、やりたいんですけれどもということでですね、で紹介していただいたと思います。まあ、それぞれの品種でですね、特徴のあるあの畳表を生殖しとると、生産しとるという、まあ、農薬もほとんど使ってないというのが現状です。子供が畳の間で、ね、寝転んで起きたら、ここにその、うん、畳の跡がついてたと、まあ、いうことが一つありまして、もう一つはですね、色が黄色ですね、はい、でこれなんで黄色かということですけれども、うん、畳というのはあの、生息した当初はですね、はい、青いんですね、はい、ですからあの青い畳というのがごく一般的なその、表現です。あの畳の表現をされるじゃないかです、はい、ですかね。ところがですね、実際その長い付き合いはですね、黄色くなってからが長い付き合いなんですよ。だからあのあえて黄色ということでさせてもらいます。